平野翔さんインスタストーリー復活でファン歓喜平野翔、黒タンクトップサングラス姿で降臨ナンバーアンダーライン愛福井公演直前のインスタ投稿にファン悶絶サングラス炎平野翔さんがインスタグラムストーリーで久しぶりに姿を見せたことで多くのファンが歓喜し熱い反応を見せています彼のインスタグラムでの更新は ファンにとって待ち望まれていた瞬間であり、特に、ナンバーアンダーラインアイライブツアーの真っただ中ということもあり、その存在感がファンに深く響いています。黒のタンクトップにサングラス姿という、彼らしいかっこよさをまとった平野さんの姿に、多くのファンが簡単の声を上げ、SNS 上では、平野くん、気合い入ってる、福井公園、頑張って、といったコメントが飛び交っています。 平野さんはライブ直前にファンにメッセージを送ることで、その優しさとファン思いの一面を改めて見せてくれました。このようなインタラクションは、ファンにとってただのアイドルとの距離を縮めるだけでなく、彼らの生活に喜びやエネルギーをもたらしてくれるものです。ライブを見に行けるファンも行けないファンも、平野さんの投稿を通じて一緒に楽しみ、応援する気持ちが一層強まります。 平野さんの存在は、単なる、アイドルにとどまらず、多くの人々の日常に希望を与え、励みとなる大きな存在です。特に最近のエンターテインメント業界では、ファンとアーティストの距離が以前よりも近づきつつあります。インスタグラムやツイッターといった SNS の普及により、アーティストがファンに直接メッセージを伝える機会が増え、 それによって生まれる親近感がファンの支持をさらに強固なものにしています。平野さんのように、忙しい中でもファンに向けて発信を行うアーティストは少なくなく、特にライブツアーのような大きなイベント中には、その一挙手一投足がファンの間で大きな話題となります。ファンにとっては、こうしたメッセージを通じてアーティストの気持ちを直接感じられることが、応援のモチベーションを高め、 さらに深い絆を感じるる瞬間となるのですまた、SNS 上でファン同士がつながり、平野さんの投稿をシェアし合うことで、応援の輪が広がり、コミュニティの一体感が増しています。平野翔さんの魅力は、見た目のかっこよさやカリスマ性だけでなく、何よりもその親しみやすさと真摯なファンへの思いにあります。彼の一言一言がファンにとっては大切な宝物であり、 何気ないメッセージであっても、それを受け取ったファンの喜びは計り知れません。ナンバーアンダーラインアイライブツアーでは、遠方に住んでいて見に行けないファンも多くいる中で、彼のインスタグラム更新によって、オルス番組もライブ気分を味わうことができ、応援の気持ちを一つにすることができています。ファンが彼をどれだけ愛しているか、そしてその愛がどれだけ強いかが、 SNS 上での熱い反応からも伝わってきます。アイドルとしての平野さんの活動は、ファンの日常に様々な形で影響を与えており、彼の存在は多くのファンにとって、日々の活力となっています。平野翔さんのような存在は、ただのエンターテイナーではなく、ファンにとっては生活の一部となりつつあります。特にライブツアーの時期には、 彼のパフォーマンスやメッセージがファンの日常を彩り、励ましの言葉や姿から元気をもらう人が後を絶ちません。彼が自身の活動に対してどれほど真摯に取り組んでいるかは、その一途な姿勢と、ファンへの感謝の気持ちからも伺えます。彼のインスタグラムストーリーは、ファンにとって日々の癒しであり、また、自分もその一部として応援しているという誇りを感じることができます。 このようなファンとアーティストとの関係は、単なる偶像崇拝を超えて、互いに支え合い、喜びを共有する、共存のようなものとなっています。これからも、平野翔さんがどのようにファンと向き合い、そしてどのようにファンの期待に依れていくのか、その一挙手一投足が注目されることでしょう。彼のように、真摯にファンと向き合うアーティストがいることは、 ファンにとっても大きな幸せであり、その存在はかけがえのないものです。彼のファンへの向き合い方、そしてその誠実さは、現代のエンターテインメント業界において一層貴重なものとなっています。ファンとの距離を近く保ち、その期待に依頼続ける姿は、平野さんがどれだけプロフェッショナルであり、なおかつ彼自身がファンに対して深い愛情を持っているかを物語っています。 インスタグラムの更新一つとっても、その裏にはファンへの感謝の気持ちや応援してくれる人々への配慮が伺えます。ライブツアーの最中にファンへ発信を続けることで、自分も一緒にステージに立っているという特別な感覚をファンに与え、離れていても心が繋がっていることを感じさせてくれます。ファンにとってアイドルやアーティストが身近に感じられる存在であることは、とても重要なことです。 特に平野翔さんのように、インスタグラムストーリーを通じて等身大の姿を見せ、時にはその場の感情や思いを率直にシェアすることで、ファンは彼をより一層深く知りたい、支えたいという気持ちが強まります。彼のストーリーを見たファンが、仕事の合間や日常の中で思わず、かっこいい、と声を上げる瞬間、それはただの娯楽以上のものであり、日々の励みであり、 小さな喜びです。平野さんの姿に触れることで、日常生活の中で一瞬でも幸せな気持ちになれること、それがどれほど素晴らしいことか、多くのファンが彼を応援し続ける理由の一つと言えるでしょう。また、彼のナンバーアンダーラインアイライブツアーは、平野さん自身にとっても特別な意味を持っていることでしょう。全国をめぐり、 ファンと直接会える場を作るというのは、アーティストとしての成長を感じられる機会であり、彼の情熱と努力が結実する瞬間でもあります。こうしたライブのステージで彼が見せる表情やパフォーマンスは、その瞬間にしか感じられない特別なものであり、ファンにとっても彼と直接つながることができる貴重な時間です。SNS では決して伝わりきれない、生の迫力と感動がその場にはあります。 平野さんが、ぶちかましてね、というファンの声に依頼、そのエネルギーをステージにぶつける姿を思い浮かべると、その場にいられないファンでさえも心が熱くなります。彼のライブパフォーマンスは、単なるショーにとどまらず、彼自身の人生の一部を体現した表現であり、それを共有するファンとの絆をさらに強固にするものです。しかし、 こうしたライブ活動や SNS での発信が続く中で、アーティストとしてのプレッシャーも少かなからずあるでしょう。多くのファンの期待に応えることは簡単ではなく、その一方で、彼自身が持つ理想と現実のバランスを取る必要もあります。それでも、彼はそのすべてを受け入れ、ファンの前で常に全力を尽くす姿勢を貫いています。これが平野さんの強さであり、 彼の持つ誠実さとプロ意識が、ファンから絶大な信頼と尊敬を集めている理由の一つです。ファンとの絆を大切にし、どんな状況でも自分を支えてくれる人々を忘れない、その姿勢が彼を真のアイドルたらしめているのでしょう。